マインドフルネス瞑想ガイドのメディテラスへようこそ。今日もこれから本要約カフェを始めていきます。今日ご紹介する本は心の休ませ方、辛い時をやり過ごす心理学についてです。メンタルのコントロールについてとても詳しく大事なことが書かれています。ぜひ最後までご視聴ください。ちなみにこのチャンネルではクオリティオブライフやウェルビーング向上のヒント、海外でも流行している誘導瞑想やファメーションをいち早く配信しています。毎週たくさん配信していますので、チャンネルフォローがまだの方はよろしければ今のうちにフォローをお願いします。また YouTube のスペシャルメンバーシップにご登録いただくと、毎週メンバー限定動画をご視聴いただけます。さて今日私はリラックスカモミールハーブティーを飲みながらお送りしております。ぜひお気に入りのカフェで本を読むような気分で聞いてくだされば幸いです。さて今日ご紹介する本、心の休ませ方、著者は加藤泰三さんです。とても著名なベストセラー作家で、特にこのメンタルヘルスについてたくさんの書籍を出されています。本書を読んでの感想は、心の運転の仕方の教科書ともなるような本だと思いました。非常にストレスフルな現代人に送るベストセラーとして親しまれています。特に頑張りすぎて疲れた時や、生きることに疲れてしまった時、その原因と対策が明確に書かれています。そうした人生での辛い時期をどう過ごしていけばよいのか、本書から学んでまいりたいと思います。さらにプラスアルファで解説をさせていただきます。まず本書は著者の豊富な実体験と研究の結果から書かれています。長らくラジオ番組テレフォン人生相談をされていて、多くの人の悩み相談に乗っています。そうした事例も様々ここでご紹介されています。その中によく相談のテーマとして、生きることに疲れたという方が多いと言われています。この生きることに疲れたという場合は、小さい頃からの毎日のストレスの中でもうすべてが嫌になってしまっている、人と話すのもしんどい、近くにいる人との会話もエネルギーを消耗する、人と心が触れ合えなくなっていて、一人でいることは楽しくはないんだけれども、みんなでいるのも消耗するという状態。また自分からしたいこともない。かといって何もしないでいるのも辛い。食べたいものも見たいものもない。行きたいところもない。会いたい人もいない。でも家にいても退屈でやりきれない。そうした状態になって生きるエネルギーを失っていると言われています。その原因は、長い間さまざまな感情を心の底に押し殺していて、生命力が低下していると。人前で自分を隠してしまって、何をするのにも億劫になって、エネルギーを消耗してしまっているということです。少し極端に聞こえるかもしれませんが、このような状況やまた近い状況、心境というのは、疲れた時とか落ち込んでいる時にやはりなりやすいものであると思います。この本ではそうした生きることに疲れた人の症状について説明をされ、そしてなぜそうなったか、そして最後にどうすればいいかが書かれています。それでは早速、まずはじめに生きることに疲れてしまう原因に入ってまいりたいと思います。その原因を結論としてまとめると、心の奥底に長年持っている憎しみのエネルギーみたいなものがあって、人を愛せる状態ではないこと、また成長の過程で甘えの欲求や承認欲求が満たされなかったことなどが挙げられています。ここでは多くの人は甘えたいという欲求を持っていると言われています。例えば重苦しい顔をしている、その理由は自分の甘えの欲求を満たしてくれと心の中で叫んでいるのも多い、不満なのは何か欲しいからではないと、自分の甘えの気持ちを誰も汲んでくれないからと
言われています。この甘えの欲求は承認欲求とも言われます。人は甘えたいとき甘えられないと傷つきます。甘えの言葉が拒否されたり甘えの態度が拒絶されると傷つきます。それは愛を求めても与えられない、こうした苦しみのことです。ここで親子関係についても触れています。この甘えの欲求は子供が親に対して持つばかりではなく、親もまた子供に甘えたい、そういう親がいるということです。例えばこうした甘えの欲求を持った親は非常に傷つきやすく、子供の言動にとても怒りやすかったり、ちょっとした一言で機嫌が変わってしまうことがある。この場合、親子の役割逆転と言われています。この場合、子供は親の甘えの欲求を満たさなければ責められます。子供は完全に自分自身の甘えの欲求を否定されている状態です。これらもすべて研究によって分かっていることですが、この親子の役割逆転をして育った人は、人の行為について怖くて断れないと言います。そして大人になってもその感情的な記憶は残ってしまいます。そうした幼少期にはニューロンという神経のネットワークが確立される時なので、なかなか簡単に作り変えられるものではありません。そうした環境の中で育つと、自分が何か言うことで相手が傷つくことを恐れてしまう大人になると言われています。そうなると、例えば相手や周りの人が不機嫌になっているということは、そういう人にとっては責められていると感じて、大人になってからも相手の不機嫌にいつも怯えてしまうようになってしまいます。ここで著者はなぜそのようになったのか、これは幼児期において地獄の体験をしたからだと言っています。とても重い言葉ですが、多くの人を見てきての言葉ですので、非常に含蓄が深いと思います。そのように責められているという感情で育っている人は、心の底に先ほど申し上げた憎しみの感情、エネルギーが堆積してしまっています。なのでそういう場合には、人が好きになれない、会話も下手である、相手が不機嫌になることが怖いから、気楽に物が言えないからです。この親子の役割逆転についてはさらに突っ込んで解説をしています。この場合のもう一つの問題点は、周囲からはあまり理解されないということです。なぜかというと、外から見るとその親子関係はうまくいっているように見えることがあるからです。あのような立派なご両親のもとでとして言われてしまうということです。なのでなかなかその感情を吐き出すことができず、心に傷を負ってしまう、そしてそれを癒すことができないというふうになってしまいます。その心の傷が外に向かって暴走すると、時に犯罪行為にも及んでしまい、ですがそうした犯罪を犯さない、抑制型の人の場合には、その憎しみの感情を吐き出す機会がなくなってしまうので、心の葛藤でエネルギーを消耗し続けることになります。それが生きることに疲れる原因であると言っています。それをまとめてこう書かれています。親子の役割逆転という形で、親から愛を搾取されている間に、子供は敵意、憎しみ、恐怖、恨み、不安とあらゆるマイナスの感情を心の底に溜めてしまう。それが大人になってからその人を動かす。それはもうどうしようもないものである。雨が天から降るようにどうしようもないものである。それを抑えれば鬱になるしかないだろう。鬱になる以外に生きる方法はない、そう言われています。なんともかなり重い話になってきていますけれども、人間の心理の奥深さを感じる重要なところだと思います。この場合どう考えればいいかということですが、それは過去のそうした人生を生き延びたというだけでものすごいことだということです。
つまり今生きているということ自体が奇跡と言えます。その人は自分を守り抜いて生き抜いてきたのであって、そうした人生を生きることに疲れたのは当たり前であるということです。ここでも著者はそれは偉大な人生だと言っています。不幸な星のもとに生まれた人は生きているというだけで偉大なんだと言っています。あなたと同じ環境に生まれて心の傷を癒すために犯罪を犯した人はたくさんいる。しかし今こうして疲れても生きているということだけで立派なんだということです。次に自分を認めてほしいという承認欲求について入っていきたいと思います。これは多くの人が持っていることで、特に子供は親に認めてほしい存在です。これまで生きることに疲れた人というのは、ある意味人に認めてもらおうと無理をして頑張りすぎてしまった状態であると言えます。それは幼少期に十分に認められなかったということも原因の一つとしてあるということです。ここで母親と子供の事例が出ていますが、母親が買い物に行こうと思うときに子供は何かを手伝いたいと思ったとする。そして母親は子供が重いだろうと思って自分一人で行くからまあいいわよと言ったところ、子供はどうなるかというと、本当はお使いに行ってお母さんに助かったと言ってもらえるように認められたかったという思いがよぎる。もちろん子供によって全然反応は違うと思いますけれども、そうした子供は親に認めてほしいものなんだと言っています。そして興味深いのは、この認めてほしいという願望が満たされるかどうかというのはとても重要で、子供は当然親にしてもらったことを多くを覚えています。あの時こうしてくれた、何を買ってくれた、病気の時にこうしてくれた、親に対する感謝という気持ちはやはり持っています。しかしその何かをしてもらって感謝の気持ちを持っていることと、認められたか認められなかったかというのは別問題だと言っています。子供は親に何をしてもらっても認めてくれなければ不満なのだと言われています。これも重要な、まあ、理解の部分かと思います。ここが混乱していて、例えば親に感謝ができないという状態と、本当は感謝しているんだけれどもモヤモヤしている状態とか、いろんなものがあるかと思いますが、いろんなことをしてもらったのはわかる、それには感謝しているけれども、十分に認められたかどうかという視点は結構見落としがちなポイントであると思います。逆に子育てをしている際に感謝の、まあ、要求をしていないかとか、これがある種甘えの欲求になってしまっていますが、何かをしてあげるだけではなくて十分に認めてあげているかということも大事なポイントです。これは親子だけではなくて大人だって認められたいものです。ここでも夫婦間のいろんな例えも出ています。例えば夫が家で会社のことを話題に出します。その中で部下の出来の悪さを話題に出す、会社がいかに悪いかということを話題に出す。その意味は、その出来の悪い部下とか会社の中で耐えている自分はすごいだろうという意味で、夫は妻から褒めてもらいたいんだと言っています。必要なのは解決策ではなくて、会社で大変な中頑張ってるあなたは偉いねというねぎらいの言葉だということです。確かにこういうところはありますよね。そういうことを吐き出さないともう溜まってしまってどうしようもなくて、人に言いたいときありますが、求めているのはただ聞いてくれて頑張ってるねという気持ちで寄り添ってくれる存在、そうした存在は本当に貴重だと思います。そしてこれらの認めてもらいたいという思い、これが十分に満たされない場合だと、愛情飢餓感に陥って、これがさまざまな点でマイナス発想をしてしまう原点となっています。
マイナス発想というのは、自分はダメだとか自分は不幸だとか、そうした思いが代表的ですけれども、実はその奥の原因として、愛情に対する気が十分に認めてもらってこなかったという原因があるということです。その場合、幼少期の時に自分にとってとても大きな問題に対して周りの人が寄り添ってくれなかったということも一つに原因があります。例えば物理的に子供が怪我をした時に、痛いと言ってその部分を治す、それに加えてそれを主張している、そういう目にあったという子供の心のケアをするということ、またこれが十分にされてきたかということも、愛情飢餓感になってしまうポイントになっています。そしてこうしたマイナス発想を持っていると、自分は辛い、自分は大変だということを常に訴えていきますので、それは言葉を変えれば、もっと私を認めてほしいという意味ということですが、この不幸感覚というのは感染していくので、自分の隣で接している人にも不愉快となって現れていってしまう。なので不幸を訴え続けていくと、周りには人が集まらなくなって、さらに不幸が不幸を呼んでくると言っています。この連鎖を断ち切ることが大事ですよね。それを断ち切るためにも、まずこの要約でも少しお伝えしている原因を理解するということ、とても大切です。さてここで、あるテレフォン人生相談の相談者について紹介されています。この方は夫の愛人問題で、2週間前に家を出てですね、その主婦の方からの相談です。今は実家にいますが、土日だけ夫のいる家に帰るということです。夫の愛人は45歳で、関係が7年続いていると。さらに夫は暴力も振ると言います。そこで相談している時に、離婚したらどうですかと提案、すると、そのつもりはありませんと即座に答えられ、長い間別居していると不利にならないんですかと聞いてくる。それは裁判のことを気にしているのかなと思って、愛人から慰謝料を取りたいんですかと聞くと、家お金はいりませんと、否定しますと。さらに、家を出た私には生活費の仕送りは全くないというので、それを申し出たらどうですかというと、大学生の子供に毎月の仕送りをしているので、私にまで送ってくれとは言えないと言います。こうした相談のやり取りは事態解決の方法です。ですが、相談と言いつつも、この相談者が求めているのは全く違うことなので、これらの提案は一切受け入れられないということです。聞きたいのは具体的な解決方法ではなく、それは辛い、夫も愛人もひどいと、その中で頑張ってるあなたは偉いと、それを言ってほしいんだということでした。そうした事態解決の方法として、いろいろやり取りをする中で、最後は自分のご主人に対して、仕事が大変だったんだ、家庭が大切にする人だったのに私のせいなんですと、まるでご主人の方を可哀想でかばっているようになっていかれたと言っていました。そして最後には、どうすればいいですかということで、魔法の杖の解決を求めてこられたと言っています。ここで著者は厳しい言葉ですが、残念ながら魔法の杖はないと言っています。なぜなら、その方はジレンマを抱えているからであると。そのジレンマとは、自分が憎しみを持っている人から愛を求めていることにあると言っています。さらには、相手に自分を来賛、褒めさせつつ、自分の利己的な要求を通そうとするところもあるので、自分の中で優柔不断やジレンマに陥ってしまっている。この方の場合の原因としては、幼少期の願望が満たされていないということで、周囲の人から良い人と言われたい、褒められたい、それと同時に自分の憎しみの感情を晴らしたいということ、
でも自分としては具体的な行動ができないということ、こうした問題があったと言われています。非常に厳しい見方ですが、まあ、リアルな、まあ、心情をですね、表していると思います。こういうジレンマよく抱えてしまいますよね。こうしたものがモヤモヤとかむしゃくしゃした気持ちになってしまって、何とも身動きが取れない状態に自分を追い込んでしまうようなところになってしまいます。実際著者は40年間、まあ、こうした相談をしてきて、悩み相談が本当の相談であったことはまずないと言っています。悩みを訴えるだけで最後は生きることに疲れていく人が多いと言っています。先ほどのその方の場合は、自分が惨めに生きることが相手に対する復讐になっているので、やはり改善しようという意思はなかったと分析をしていました。こうした状況はよくあるそうです。自分の幸せを認められないということがよくあります。その原因は自分は幸せと思ってしまうと、今まで生きてきた自分の人生がなくなると思えてしまって、こんなことで幸せを感じたら、今までの自分の苦しみの意味がなくなってしまうと感じることがあるからです。さらに、まあ、不幸を訴え続けることで、誰かを責めている状態なので、自分が幸せを感じてしまうと、あの人に対して、その人に対して、責めることができなくなってしまうからであるということです。つまり、まあ、冒頭にも戻りますが、心の、まあ、底にある憎しみの感情というものが消えていないので、自分の幸せを認めることができない。こういう心理状況になってしまいます。ここで著者は、不幸は偽装された憎しみと言っています。自分自身の今の感情について、行動について、傾向性について、その原因を突き止めることが重要ですが、やはりここでも認められていない、認められなかったという深い憎しみが現れてしまうことがあるということです。さて、ここまで生きることに疲れる原因について、かなりディープな内容をご紹介してきましたが、これからはどうすればいいかということをお伝えしていきたいと思います。その一つは、何らかの方法で溜まったものを吐き出すということです。その中には自分の失敗をありのまま赤裸々に話すということも有効です。生きることに疲れたという場合、正確には心の奥底にある憎しみという感情を抑圧することに疲れた状態とも言えます。なので外面には現れませんが、生きているだけで疲れるという時があります。それは内面ではものすごい衝突が起きていて、その衝突でエネルギーを消耗しているからです。なので自分を抑えすぎるので生きることに疲れてしまうので、大切なのは自分を出すこと、自分の考え、感じ方、印象などを表現すること、そうした努力をすることです。もしそうしたいろんな話を聞いてくれる人が見つからなかったら、日記でもいいということです。安全なところに吐き出すこと、人に認めてもらうために無理したことなどを素直に話すことです。そうするときっと幸せが手に入って生きるエネルギーが戻ってきます。自分はこの時にこう感じていたけれども、まあ、それを認めるのが怖かったとか、好かれたいからこうしたけれども本当は嫌だったとか、こうした失敗談をありのままに話すことで自分を出すことができるようになります。さらにここでは著者の専門でもあるうつに対する、まあ、特徴となりやすい人、そしてどう対処すればいいのかなどが書かれていますので、簡単にポイントをご紹介します。まず一つ目は、抑うつ状態とは表現されない憎しみであるということです。先ほど来心の奥底に憎しみの感情があるとこうなるということを申し上げていますが、ここでも繰り返されています。
人が相手に対して憎しみを持つのは、相手から攻撃された時ばかりではなく、心ならずも相手に服従した時にも憎しみを持つと言っています。相手を恐れて相手に迎合した時にも憎しみのエネルギーを持ってしまうと言っています。ここでも親子の連鎖で例えられていますが、例えば親自身が心の葛藤に苦しんでいるとします。そうすると子供は当然不安になります。そこで子供は親に迎合してその不安から逃れようとします。そして親の期待に応えようとします。そうなると心に葛藤を抱えている親自身は、子供が自分に迎合するのが嬉しくなります。けれども子供の心の中には憎しみが生じています。ですがその感情は表現されることはないので、大人になるまで堆積してしまっている、こういう状態になってしまいます。こうした不当に押し付けられた負担に抗議ができない場合、鬱になりやすいと言っています。ここで紹介されていますが、アメリカのニュースで鬱に対する対処として電気治療をした、それが効果があったということが紹介されています。どうやらそれは一瞬記憶喪失が起きてですね、過去の出来事を忘れちゃうらしいんですね。なので非常に記憶と結びついていますので、この過去を振り返ると言っても記憶の整理は非常に有効なのではないかと思います。出来事もいろんな解釈次第で記憶とか感情を書き換えることができますので、このチャンネルの誘導瞑想もそうした効果があると思います。ぜひご活用いただければと思います。さらに二つ目の特徴は、鬱になりやすい人はいつも仮面をつけて生きてきたと。そして人は自分が受け入れられているという実感がないほど仮面をかぶると言います。そしてこの仮面の厚さが自信のなさと比例するということです。仮面をつけていればいるほど自信がなくなっていく。やはり自信というのは見せかけの自信ではなく、本当にありのままの自分を認められるかどうか、仮面を取った時の自分に対する自信、自信までいかなくてもそれを受け入れるということが自己信頼につながっていきます。さらに三つ目は、自分がない場合人に振り回されて感情表現がうまくできない、こういう場合にも突如ぽっかりと心に穴が開いてしまって、虚しさとか孤独感に苛まれて鬱になりやすいと言っています。以上簡単ではありましたが、鬱になる傾向、気をつけるポイントなどについて紹介させていただきました。さてこうした心を休ませていくにあたってどうすればいいかの続きですが、もう一つ結論として、春が来るまで休もうと言っています。ちょうど今この春の時期に収録していますが、長い寒さ、冬が明けて徐々に暖かくなって桜が咲いていく時期、人生の中でまたこうした時期が来ることを待って休もうと言っています。先ほど申し上げたうつの状態の方の脳を調べてみると、脳の年齢が非常に老化している状態とのことです。そのような場合、長い間悲しみに耐えて、情緒的な虐待に耐えてきて、激しいストレスの中で生き抜いてきた、そして脳が擦り切れて老化してしまっている状態、非常に消耗している状態と言われています。その場合、とにかく周囲の人に迷惑をかけても休もうと言っています。生きることに疲れた場合、休んでよい、自分の心も体も休ませてあげましょう。そして優しくいたわってあげることです。今は成長するための一里塚と考えて、休んで次の幸せの時代の準備をすることです。人生には頑張る時と休む時があります。今まで休まないで頑張り続けてきて、その分休む時ということです。
それが次の幸せの時代の準備をするということです。ここで著者は呼吸をして自分の今までを振り返るチャンスであるとも言っています。ある意味マインドフルネス瞑想を進められているかと思います。マインドフルネス瞑想は今ここの自分に戻って心を整える効果がありますので、ぜひこれらも実践してみてください。さらにここでは自分の心に響く音楽や本を見つけるということも言われています。これは本でも、動画でも結構かと思います。このチャンネルでもそうした時に聞くアファメーションなどを配信していますので、ぜひこちらもご視聴ください。さらにどうすればいいかっていうことのもう一つとして、自分を軽く扱う人とは付き合わないことと言っています。やはり生きることに疲れた時、それは人間関係を整理する時でもあります。そうした自分を軽く扱ったりイライラする、こうした関係を断ち切る時期でもあります。こうした人間関係については、親しさからの逃走という言葉、本も紹介しています。この本で解説されていることは、例えば搾取する人とされる人間関係があった場合、そこから逃れるときに逆に心配で神経質になって警戒心が強くなると言っています。不思議なもので、どんなに不利益なことでも長くそれに従っていると当たり前になってしまって、それがないと自分を不確かなものとして認識してしまいます。まずは心の中で距離を取ること、そして徐々に物理的にその人との接触面積を少なくしていくこと、そのようにしていくと、その人との人間関係の事実が見えてくるということです。さらに自分に素直に生きること、自分に誠実に生きること、そして自分の感じ方を素直に受け入れるということが大事です。そのように一つ一つ今ここにいる本来の自分というものを感じ取っていくということです。以上、今日は心の休ませ方をご紹介しました。今日ご紹介した以外にもとても深い中身の濃い内容が詰まっています。文庫本になってとても読みやすい形になっていますので、興味のある方はぜひ概要欄からご一読いただければと思います。ご参考になれば幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。